どうも皆さんおはようございます。早速ですが、質問に入っていきたいと思います。質問通告した通りの順序でお伺いをしますので、簡潔で、はっきりした答えをお聞きして無事終わらせたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。それでは、1番塩尻基礎地域地場産業振興センターの今後の方針についてであります。地場産センターが所有する土地建物等の資産は市へ譲渡し公の施設とするとしているが、現在入居している事務所店舗等の権利関係はどうなっているのか。入居者の権利も承継するのであれば、単なる建物等の寄付ではなく、寄付を受けた後に市に義務が生じる負担付きの寄付として議会の議決が必要になるのではないか。先日の全員協議会ではその辺の説明が一切なかったが、現状の分析が甘くはないでしょうか。次に、浄土の施設は指定管理者として地場産センターが管理運営するとしているが、仮に将来経営不振等で地場産センターが解散といった事態となった場合、施設は直営とするのか、また現在いるプロパーの職員は解雇ということでいいのか、それとも、まあ、人数的年齢的に相当な人件費となるのでよもやしで採用ということはないと思うが、その辺のことをお聞きしていきたいと思います。決して私は市に譲渡、市が受けることに対しては別に反対するものではないんですが、今後のことをいろいろ考えるとこういう不安材料がまだまだたくさん出てくると思ってます。ですから、より厳密な精巧な分析のもとに市が確実に受けていいのかどうかっていう方向づけがはっきりしたら、市民の皆さんも安心して受け入れられる、そのようなことで、まあ、質問をするに至ったわけでございます。次に、未来の都市づくりについて括弧1、道路インフラについてであります。私のライフワークとしている道路、都市計画道路、指導、いろんなことについて、毎回毎回質問を立たせていただいてますが、まだまだ現状、進捗状況が思わしくないということで、再度また質問をさせていただきます。括弧1、緑ヶ丘南交差点改良の現状について、以前、質問をさせていただきました。西側から東側に向かう、通称高井立地域であります、国道19号に、隣接する南ヶ丘交差点、これは右折レーンがないために毎朝夕の混雑は市内でも特殊した、交差点となっていると思われます。そのために生活道路である住居内にどんどん車が侵入してきて非常に危ない状況になっているということで質問をさせていただきました。質問をしてからの現在までの進捗状況、どのようになっているのかお話をください。次に、野村大門線、通称高原通りについてであります。先日、国道19号の、促進協議会というか、いろんな団体が集まっての会議があり、国交省の方からお話がありました。栗幅交差点の改良工事がいよいよ始まるということで、改良工事が完成しますと、栗幅交差点松本から塩尻に向かう上り車線に右折レーンが新設をされるということで、高原通りの進入が今以上に多くなる、車両の通過が多くなると思われます。しかし現在、高井で高原通り消防署から
歯科台までのこの、交差点までは広い道がありますが、そこから諏訪倉庫に至るまでの、先線大体300メーターぐらい、非常に狭い道で、大型車もここに大きな倉庫があったり工場があったりすることで交通に不便を知っております。現在どのようにその交差点改良が完成するまでに方言通りの拡幅をしなければ地域住民また居住しているいろんな方に迷惑かかる、それからあそこはの通学路にもなっておりますんで、工業中の通学路にもなっております。そんなことがあらゆる面でいろんな支障が来さすんじゃないかということで、この公言通りの現状等もお話しいただければ幸いだと思っております。で次に南熊井合原線、市営球場の周辺道路のことでございます。市街地と片岡地区を結ぶ、南熊井合原線、高井出地区センター、ご存知の通りやっとの思いで始発通線が370メーターこの間開通をいたしました。見違えるような道路になりました。住民長年の思いでありました高井出地跡、やっと370メーターの始発通線ができたということで、地元住民は大変喜んでおります。その中でそこから、地区センターから市街地に抜ける片岡までの道が大体メーターにして70メーターから80メートル、非常に狭い道で進行バスのすれ違いが困難になったり、また事故も多発をしているということで、そこから先線の道路がこれからどういう計画であるのか、また市営球場、国道から市営球場に入ってくる道の交差点がそこにあります。変形5差路くらいの交差点です。信号もなく非常に危険な交差点であります。その交差点の改良等も含めお願いをしたり、今までの状況等もお話しいただければ幸いだと思っております。次に区画整理事業についてであります。これは正直北の区画整理ではなく、野村の工業団地が予定されている区画整理にの質問でございます。市長の総括説明にもあった通り、日銀松本支店による県内の金融経済動向においては製造業が引き続き好調の上高水準を保っている状況であり、企業の設備投資についても生産設備の集約化や更新などの投資が引き続き好調に推移する中、市内への新たな企業立地や市内工場の規模拡大などを計画している企業も多いとお聞きしております。このような状況の中、市内にはこうした企業を受け入れる受け皿となるまとまった土地や工業団地がないと思われ、地域経済の活性化を図る意味でも早急な工業団地の整備が望まれるのではないでしょうか。また本年度からスタートしています本市の第5次総合計画の第2期中期戦略の基本戦略 B にも示されている通り、野村清原地区の区画整理事業を早期に進める必要性を感じますので、現在の事業進捗状況および今後のスケジュールについて答弁をお願いをいたします。現在国内、日本国内ミニバブルと言われているような状況の中、素晴らしい成績を上げている、そんな中で遅れを取ってしまうと、いよいよ来年度に予定されている消費税のアップも鑑み、そうしますと 8% が 10% になるというようなことで、またそこから冷え込むんじゃないかと、その機を逃してはならないと思っております。今後のスケジュールについてご答弁をお願いをいたします。3番、安心安全な市民生活の確保についてでありますが、昨日村田議員の方から私防犯カメラのことをちょっとお話をしようかなと思ってましたが、村田議員の方から防犯カメラの若干のお話がありました。で、次に行われる区長会の中で吉田の方から
吉田の区長会の方から何か出そうなんで、それを聞いてから、次回に持ち越そうと思ってますんで、防犯カメラの話はいたしません。で、安心安全な市民生活の確保ということで関連をいたしますが、昨日市民タイムスに北部センターの入札が不落になったという大きな一面で記事が出ました。これは北部圏域に住む住民が非常に期待をしていた広岡支所、広岡公民館、図書館、北部子育て支援センターの複合施設が入札ができなかったということは、何が原因だったかというと、価格が合わなくて不落になった、そういう状況の新聞記事が出ました。今回その入札ができなくなると約2ヶ月から3ヶ月建設が遅くなるということで、非常に地区の住民たちはがっかりしています。これが市長選の9月までずれ込んでしまうと、市長起工式もできなくなっちゃうし、大変なことになっちゃうし、市長の思いが非常に込んだそういうセンターでありました。で、私なりに以前から設計書も等もいろんな確認をして、検算材を使うということで、これはどうなのかな、検算材の流通経路等もいろんなことで勉強してきますと、これは非常に高い価格になるんじゃないかなということで、その当初の価格の予定と何が差があったのかっていうのを1回目の質問で、どこに原因があったのかっていうことをお聞きして、2回目以降の質問に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。